不思議ではないんですが、はい、今シーズン今大会に関してはちょっとやっぱりデントロモントの方が乗ってるかなという気がします。ただ経験はモナチェリの方が多いですからね、はい、その辺がどういう風になるかということで、私はやはりこれデントロモントの方が勝つのではないかなという予想はしてますけど、 そのデントロモントは左のレーンをまず選びましたね。そうですね、おそらく右の方のレーンコムシが分かってるんでしょう。はい、まず8番ピンを残しました。全米の賞金ランキング現在2位です。第1ゲームはスペア、続いてモナチェリです。体格だけ見ても対照的ですね。そうですね、年齢は同じなんですね、はい、でやはりあのボーリングはですね、30代の中盤ぐらいから40代にかけてがやっぱり一番いいようですね。このピンアクションはもう一つ天ピンが残りました。優勝決定戦です。8年ぶり2回目の優勝を目指しています。そうですね、もう彼も公認のパーフェクト21回ですかね。そういえば今大会もおとといパーフェクトマークしてますね。そうです、お互いにこの大会は1回ずつパーフェクト出しているわけですね、はい、残念ながらこの TV 決勝でのパーフェクトは今のワンフレームずつで夢がなくなりましたけど、そうですね、600万の賞金がかかっていましたが今年も生まれませんでした。見事なスチボールです。軽くガッツポーズのモナチェリ、両親はともにイタリア人です。ベネズエラに移住しました。そこで生まれたのがこのアムレト・モナチェリ。8歳の時にボーリングを始めました。力強いですね。素晴らしいボールですよ。ボールがめり込んでいくような感じがしますからね。ピンが吹っ飛びましたね。はい、最もこんだけの力の中で回転を与えるわけですからね、はい、去年の夏からずっと好調だと話していますデントルモント。この選手は将来怖いですよね。残ったのは4番ピンです、ちょっと今暑かったんで、次の投球はどこに立とうかなということを考えてからのスペアですね、はい、これはもうストレートボールでまっすぐ投げます。左側の21番レーンに序盤はちょっと苦しんでますね。そうですね、しかし次に帰ってくるときにはもう結論は決まってるでしょう。はい、モナチェリのが一歩先にリードというところですかね、はい、お父さんがベネズエラにボーリングセンターを作ってから毎日練習ができるようになったという、それが11歳の時だったそうです。独特なんですね、あのボールを離す時にリリースの時に手首がファッと柔らかく折れますからね。ラッキーです。ラッキー。前半はモナチェリリード。今のこの手首もよくこれで分かりました。そうですね、独特なリリースをします。はい、
ナーのレーンは問題がありません。ジェントルモン、ジェントルモンとはボーリングは4歳の時始めました。お父さんが好きだったからということです。6歳の時から少年のリーグに参加していたという。本当に小さい時から始めるんですね。多いですね。それで6ポンドぐらいからありますからね、両手で転がしたり、なんか遊んでるうちにすぐもできるようになりますから。最初はやはり転がす程度でしたと話してました。この左側がどうしても問題のようです。ちょっとわからないでいるとモナチェリの方が楽になりますからね、今残ったのはちょっと2番ですかね、はい、薄めにいったわけですね。ということはジェントルモンとの計算の通りいってないということですね、はい、左側のレーンが、分からないうちにモナチェリの方がストライクを続けていくという展開になると思いますけれども、はい、ただこのまんまでは終わらないと思いますね。後半に何かあると思いますよ。序盤リードしているアムレとモナチェリ、これが先ほど紹介した利き腕の親指ですが、見せてもらいましたら腫れてかなり痛んでいます。ちょっとナーバスになってきてますね。あそこにテープを貼ってですね、水盤そこでこう固めるんですけれども、それがちょっと剥がれたりしますとね、非常にそのナーバスというかデリケートな神経を使うんですね、昨日まで32ゲームを消化しています。その辺がちょっとやっぱ気になるんですよ。でこれを剥がしちゃえばいいのか、そのままやるのか、今何か剥がしましたね。剥がしましたね。さあこうなりますとね、スポーンって抜けちゃうことがあるんですけども、そうするとこれスペア取れませんよ。これああ大丈夫です、ね、これは今取りました。これからまた手入れをするわけですね。そうですね、はい、今バッグからまたテープを取り出しています。というのは投げてる時にですね、いろんなタイプがありまして、指が腫れるタイプとですね、それから細くなるタイプがあるんですよ。そして細くなる選手は今の、ね、テープ入れてますね、自分の指のを外してその分大きくなるわけですから、それを補充するために指穴を小さくするために今テープを入れたわけですね。なるほど。しかしこれもですね、やっぱり賭けですから。第6フレームです。デリケートな指の抜け穴の関係ありますけどね、もっと危ない。今のは倒れても良かったんですけれども、はい、天秤が残りました。やっぱり簡単には勝たせてくれませんね。どうやら前半はモナチェリ、後半今のこの7本スペアと9本でですね、ジェントルモントが非常にその考える余裕が出てきたわけですね。それだけこう待つ時間があります。はい、はい、それともう一つはモナチェリの姿を見て、ちょっと焦ってるなという感じがありますからね。約20品このモナチェリが前半リードしているわけですけど、この20品のリードが後半どうなるか。そうですね、はい、この貯金を維持したいところですが。そうですね。でデントルモントはこちらのレーンは全部ストライクですからね。あ、そうですね、はい、これはストライクが出ると思いますけれども、問題は次の1球のボールですね。こちらは完璧、はい、そこでですね、今のモナチェリのですね、7本スペア9本スペアこれ見てもう完全に掴んでますね、から急にフックしても残る気がしません。ところが今度はこの1球なんですよ。ここでデントルモントが来ますとね、がぜんこれはデントルモントの優位に立ちますね、はい、これ3度目ですから。そうですね、問題の左側のレーンです。
人とすればこれはストライクになるはずなんです。あっと熱いスプリット、これが賭けですね。依然まだわからない。これはもう狙って、自分が計算したところに立って、計算したところにスピードで回転を与えて、やったわけですけども、思う以上にボールの曲がりが大きかったということですね、どうか惜しい、オープンフレーム第7フレーム、もう本当に一球一球展開が変わってしまいます、今のスプリットで毎回モナチェリは自分のペースに戻れるというところです。気がかりは右手の親指です。ストライクは来ません。4番ピンが残っています。やはりお互いに優勝決定戦というプレッシャーもあるかもわかりませんね、ちょっとやっぱりそれらしいモナチェリーらしいデントルモントらしいボーリングはしてないですよね。真ん中から詰めています。20数ピン3マークですね、あと8、9、10、3フレームですから、まあ、あのボーリングというのは何があるか分かりませんけれども、ちょっと今のデントルモントのミス大きいですね。これから投げるモナチェリーが20数ピン3マークリードですね。がぜんモナチェリーの有利、セブンピンが残りました。ストライクは第4フレーム以降はありません、これ残っているということはまだデントルモントにもチャンスがあるということですね、童顔ですし小柄、何か日本のファンにも根強いファンがいるようで、盛んに声援が飛んでいました。現在デントルモントが7フレーム128、モナチェリが154ということは26ピンですか。モナチェリがリードというところですね。デントルモントは8、9、10パンチアウト以外にありません、これはストライクが来ると思いますから向こうのレーンだけです。このレーンはもう完全に普通に出ています。全てストライクが来ますと、218ですね、しかしまだチャンスありますからね、第9フレームに入ります。これがストライクが来れば10フレームは分かっている方のレーンですから、問題の左側のレーン、ようやく来ました。分かりません、ようやく来ました。これで分からなくなりました。ダブルです、さあモナチェリーもこのままですと負けますからね、現在2マーク、ストライクが来ました。ストライクは大きい。第4フレーム以降ストライクありませんでしたが、ようやくここで来ました。もしモナチェリが優勝したとすると、今の1球ですよ、これで優位に立ちました。もう一つ来ますと勝ちが決定します、最終フレームです。ストライクの後5本あれば勝ちます。最後の集中力見事でした。おっと一息。
で第3回大会で2度目ですかね。はい、8年ぶり2回目の優勝が決まりました。見事なボーリングでした。村田宗輝232でフィニッシュです。ジェントルモンとの10フレームが残っています。ストライクなんですよね。奥さんと喜んでいます。PBA の選手もツアーが広いですからね。はい、毎週毎週全国回って大変ですね。毎週全国全国も行くも欲しいですね。左側のレーンが分からなかったということが、最後の一投になります。今投げてる方の右側のレーンは全部ストライクです。そうですね、215でフィニッシュしました。ジャパンカップ215はアムレとモナチェリが8年ぶり2回目の優勝を果たしました。